リニア建設を促進する規制同盟会への静岡県の加盟が正式に決まったことについて、 JR 東海の金子社長は今後の動きに注目したいと話しました。規制同盟会はですね、私たちからすればこれまでですね、早期開業に向けて協力、それから応援をしていただいてきた、そういう組織という認識がありますので、この後どういう動きをされるのか、静岡県もどういうふうに対応されるのかということは、私ども注目をしていきたいと思っています。 JR 東海の金子社長は今日の会見で、私たちはメンバーではなく申し上げる立場にないと前置きしつつ、規制同盟会の動きや新たに加盟した静岡県の対応に注目したいと話しました。規制同盟会とは、東京都や山梨県、愛知県などリニア中央新幹線沿線の自治体で組織されていて、リニア建設の促進を目指しています。